はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、アンチスペルフェスティバル用のデッキを組んできたので一個ねご紹介していきたいなというふうに思っております。アンチスペル、どういうフェスティバルかっていうと、魔法カード禁止のね、これフェスティバルでございまして、もうトラップとモンスターしか入れちゃいけないっていうねルールになってるんですよ。で、まあメダル方式に今回なりまして、リンクフェスティバルがなんかランク分け方式だったんですけど、今回またメダル方式に戻ってるから、ある程度その周回をしていくことになると思うんですよね。イベントで周回して、まあ価値を重ねてメダルをゲットするみたいな感じだと思うんですけども、今回のこのデッキはね、メダルをたくさん効率よく早く集めるっていうことを目標にしていまして、まあ、メダルを早く集める方法って多分2つあると思うんですよ。まず1つ目が、まあ先行デッキで制圧してしまって相手の心を折るっていう方法と、もう1つは、後攻でワンキルするっていう、相手の先行展開を返していくっていう、まあその2つがあると思うんですけども、やっぱね、魔法カードがないと後攻ワンキル結構決めづらいんですよ。今回魔法カードがない関係上、例えば一滴とかライトニングストーム、ハーピーの羽根暴起といった後攻まくりカードが入れにくいんですね。で、まあ一応トラップカードが多くなると思うんで、まあこのレッドリブートとかは強いと思いますけど、なんかその結構ねワンキルむずいんですよ。調整部屋で自分で使ってみた感じ、パラディオンとかあと怪獣とかも試したんですけど、やっぱね勝率あんま良くないですね。で、一番僕が使ってる中で勝率が良かったのはこのアダマシアっていうデッキなんですよ。これ何するかっていうと、簡単に言うとこのエクストラデッキの超強い制圧モンスターをいっぱい並べて先行制圧するっていうデッキなんですね。これの何がいいかっていうと、心を折って相手が結構サレンダーしてくれる。これ盤面どういう盤面になるかっていうと、最終的にはなんかアポロウーサー、バロネス、サベージ、マスカレーナ、ブロックドラゴンみたいなやつが並んでて、なんかもうガン制圧するみたいな感じの盤面になるんですよ。こうするとね、もうなんかその途中くらいで相手がサレンダーしてくれて心が折れるから、だからね割とね周回効率はなんかいいんじゃねえかなと思うんだよね。で、結構ね、先行に寄せてあります。だからなんかその誘発とかあんま入ってなくて、今回のはまあ一応うららと増獣は入ってるんだけど、まあ増獣はもともと地属性だから相性いいっていうのと、あとうららはね、相手の増殖してる地も止められるからっていうのが入ってるんだけど、うららめっちゃ重いっすね、この環境。うららがめっちゃ重い。要は墓穴抹殺がないから、春うららっていうカードを食らってしまうと展開止まっちゃうことあるんですよ。だからアダマシアとかもまあご多分に漏れずね、うららはきついんで、だからねそこはねもうね誘発貫通力で何とかしていくしかない。例えば、小脇メールガーディアンを召喚してから、アダマシアで動いていくとかね、これモンスター効果無効にできるんだけど、これとか、あとそれからブロックドラゴンで、まあリサーチャーとかドキドキを止められても貫通して動いていくとかね、まあこういうなんか誘発貫通がそこそこまあある程度入ってるから、まあここでなんとかしていこうかなっていう。で、あと無限抱擁とかエフェクトベーラーみたいなカードはサウラビスで対象を取る効果が無効にできるんで、これを使ってケアしていくっていう感じですね。もうちょっとね、要は高校の勝率が欲しいよっていう人は、まあ無限保養とかエフェクトベーラーとかちょっと積んでもらってね、こういうサウラビスみたいなカードをちょっとね減らしてもらったりとか、増殖する G とかもちょっと抑えたりとか、まあサンドマンとかこういうの抑えてもらったりとか、こういう感じね構築してもらえばちょっと高校の勝率は高くなると思うけど、ぶっちゃけ高校取ったらなんかもうサレンダーして次行きゃいいかなっていうレベルで考えてるんで、僕はもうなんか相手の先行強すぎたらもう返せないじゃないですか、言語大遊戯王なんで。まあそういうことを考えて、もうなんかもうじゃあいいや、もう先行でガン制圧したろってなって、僕は、こういう感じで組んでおります。まあここはお好みですね。ギミック、メインギミックはあんま変わんないから。はい。まあ、やっぱり結局ね、強いのはこのブロックドラゴンの、サーチ効果と、このアダマシアたちの展開力なので、で、しかも、今回ね、プランキッツロック入ってんだけど、プランキッツのプランキッツ展開がかなりリンク数伸ばしてくれて、めちゃめちゃ強いんで、これ1枚からリンク3分稼げるんでね。なんで、3枚になった恩恵はかなりこの出来ではでかい。うん。まあ、気をつけないといけないのは、やっぱ結局、うららかな。うららと、を打たれた時にどうするかを、考えながら動いた方がいいかなっていう気はしましたね、イベント周回していて。まあ、体感勝率7割くらいは個人的にはあったけど、まあ、ちょっとイベント始まってみないと関係わかんないけどね。まあトラップビートみたいなやつにはもうレッドリブートガン刺されするし、あとね今回ねこのラチュルパルキオンっていうね
モンスター入ってるんで、これ後回しやから結構出せるんですけど、トラップカードの方が貫通できるんですよ。こいついれば墓地のカード除外するけどね。なんでこれを入れといて、なんかその相手のトラップカードはもう無効にして、でモンスターは、アポロウーサとか、まあ、バロネスとかサベージなんかで無効にしていけばまあいいかなっていう、ね。まあ、怪獣とかちょっと辛いかもしれないけど、まあワンキルされなければ多分大丈夫、なんとかなる。怪獣ケアするんなら全部モンスター攻撃表示出した方がいい、あ、攻撃表示じゃない、守備表示出した方がいいレベルだけどね。はい、早速ねこのデッキのね、まあ、展開力パワーを皆さんにお見せしましょう。ぜひ気に入ったら組んでみてください。結構強いです。あとあのリアルの環境でも、あのランクマでもめっちゃ使えるんで、このデッキ。はい、早速やっていきましょう。デュエルスタート。あー、なるほど、龍一なんですよね。これはアナライザーからいくしかないか。うららがマジで重いっす、このデッキ。いや、ほんまに重い、うらら。あ、オッケー、通る。通っていただけると嬉しい。これね、うららとかいうカードマジでやばくて、これデッキが特殊化するんで。で、しかもなんか測らないからさ、これはさすがにドキドキか。なんかありそうだね、相手、あの、誘発。まあ、一旦ドキドキから入って、まあ、ここはまあ、最悪通んなくてもまあ、2体並んでくれたら、なんとかなります。あー、うららね。はいはい、OK です。全然いいです、全然いいです。それはまあ、ここに打ってくれるのはいいわ。アナライザーにうららが、まあきついんですよ、基本的には。なんでまあ、ここに打ってくれるのは良かった、全然。まあ、とりあえずね、一旦ラップサイトから展開を伸ばしていこうかなと。はい、ガチャ始めまーす。ガチャガチャ始めまーす。あ、ちなみに、アザマシは超展開するんで、展開力すごいんですけど、うららがめっちゃくちいっていうのと、あと、ニベル、マジ刺さるんで、まあ、ニベル打たれても展開できたりするんだけど、一応。さすがにこれかな、まあ、そこだけ注意って感じかな。うん。うららケアがしにくい。で、ラプタイル効果。これで一応頭下チューナーがめくれてくれると、とっても嬉しいな。無理だったわ。まあでも言うてこれ、まあ、見かけ獅子出せばいいから。レベル4なんでね。レベル4にて並んで、岩石族といえば、もうこの男がマジでぶっ壊れモンスターなんで、とりあえず見かけ獅子を出して、で、見かけ獅子の効果を発動する、オーバーレイウィットを一つ使うと、デッキから岩石族を1枚サーチすることができる、なんでも、強すぎワロタ。強すぎワロティング効果で、アダマシアリサーチャーをってことになっていく。で、こいつがやっぱ一番強いですね。あの、岩石族いると、特殊召喚できるっていう超緩い条件なんで。他のアダマシアはね、まあ、こいつの解放感ではある。で、リサーチャー効果発動して、また4個めくって、そろそろね、ブランケッツロックがめくれると嬉しい。非常に。ブランケッツ、まあ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 、こんぐらいは許しましょうよ。まあ、タックルついた、日大タックルね。日大タックルを特殊召喚して、で、ここで、とりあえず一旦こうですね。いや、ここから今ね、向こう、あのモンスター向こうをね、あの立てながらちょっと展開ができなくて、あの結構大変なんですけど、まあ、とりあえずね、一回ここでバロネスを作ってしまえば、もうあとはここからね、あの何の誘発打たれても大丈夫みたいな感じになるんですけどね。で、バラバラバロネスちゃんに行って、で、ブロックドラゴン効果発動を、墓地を送られると、何らかの、岩石族モンスターをレベルが8になるように、3体まで手札に加えるとかいうぶち壊れ効果がありまして、でこれによって展開をまた伸ばしていけると。結局やっぱりね、ブロックドラゴンにアクセスすることがこのデッキの全てと言っても過言ではありませんからね。アドバンテージが鬼ですから、この人は。一旦ちょっと宇宙を想像しよう。一旦宇宙を想像して場を開けよう。よし。で、コーディネラル、これじゃね、岩石族なんですよ、地属性の。結構ね、これ優秀でね。はい、で、こうするでしょ。で、C がこうか。アダマシアいるんで、またデッキと、そろそろロックくれ、ロック。よっしゃはい、宇宙始めました。宇宙が始めました。で、これで、リンク数をまた一気に伸ばしていけると。フランキッツロックとかいうモンスター。これ、一応ね、リミット2かなんかだったんですよね。これがなんか、リミットが解放されて今、リミット3になって、リミット3っていうか、無制限になってね、使えるようになってしまったため、まあ、この動きが余裕でできてしまう。で、カードを1枚ドローしながら、ドロップを出してこれる。で、ここと、ここと、コーディネラルか。
あれ？ちげえわ。あ、間違えた。やべえ。まあいいか。ドゥーデル出すの忘れたな。ドゥーデル出すの忘れたな。やべえ。まあ、まだなるか。いや、なんとかなる、多分。なんとかなるわ。とりあえずサベージ出して、いや、まあ十分強いか。ちょっと本当はもう一体増えるはずだったんですけど、ちょっと間違えました。このデッキ、展開がね、ちょっといろいろありすぎてね。まあ適当になんかでも横並べてきゃなんとかなるんですけどね。大体なんとかなるんですけど、これもう一体いるはずだったんですよね、これ。ちょっと見せました。あの、多分4、4歳アポルーサとかできました、俺普通に。まあいいや。なんとかなら。で、これで、ブロックドラゴン出すでしょ。で、これでマスカレン出すでしょ。はい。はいと。はい。で、はい。いやー、これもう一体いたからな。4歳にできました、多分ね、アポルーサの打点がね、3200になってるはず。本来であれば。まあ、しょうがねえ。こうしよう。OK。で、一応ね、ライトニングストームとかケアしなくていいから、この環境。まあ、縦で出せばいいです。モンスター、基本的には、ね。ブロックドラゴンは縦の方が、縦じゃなくて、守備の方が高いからこうしてるけどさ。基本はなんか縦でいいと思うわ。まあ、ワンキルしてくるようなデッキがあるんだったら横だけど。双剣 OK。剣意双剣だと思うわ、多分これ。まあ、一回アポロンスター使って、ビシュナの効果は無効にして、あなたは前には出てこれない。多分ね、これね、今は調整段階だからあれだけど、イベントの、実際イベント入ったら多分ね、この展開したら絶対サレンダーされると思うんだよね。だから、多分ね、強いからメダルは集めやすいけど、多分ね、ミッションはね、突破しづらいと思う。なんか戦闘ダメージ与えるとかさ、なんかそういうのあるじゃん。そういうミッションはちょっと、クリアしづらいんじゃねえかなっていう。バケオッケー。オッケーオッケー。まあもうアポロウサ君はもう一生ね、脳死でモンスター無効にしてもらって、で、最終的に素材になればいいから。で、アポロウサ効果。で、相手の効果を無効にして、当分が出ない。で、バトルしてくるしかない、相手は。はい。はい。で、アポロウサ君がメインフェーズ終了前、マスカレーナ効果と、で、マスカレーナ効果で、まあ、ユニコーンですね。ユニコーンはマスカレーナとアポロウサをリンクスワイにしてリンク召喚。もう役目が終わった。アポロウサ、速攻、ゾワにしていくスタイル。行け、トロイメーユニコーン、効果と。やべえ、60秒残り時間な。で、バックーヤをバウンスして OK で、残り手札は実質2枚ですかね。あ、エンドフェーズ OK。 よくサレンダーしねえな、こいつ。これ多分イベントで、あー、レッドベルト強、レッドリブト強、神戦とか神通とか言われても、レッドリブトで返せるもん。で、フルルートバレンス効果で相手のカード割って、はい、こうなりますね。はい、まあ、これで周回したら早いんじゃねえかな、イベント。多分ね。おー、まあ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 だな。あ、リサーチャーがいるから結構ね、あと、ガーディアンもいるから。ガーディアンリサーチャーってね、一応、なんか結構妨害貫通力みたいなのあるんですよ。ガーディアン召喚してから、リサーチャー特殊召喚して、リサーチャー効果使っていくと、相手のモンスター効果一応一回止めれるからさ、無効にする効果を無効にする。うん。小悪魔ね。小悪魔はなんか、レッドリブートめっちゃ刺されそうじゃね？これ、レッドリブートで分からせることできそう。ブロックドラゴンいいね。これ、ブロックドラゴンも結構誘発貫通となりますね。はい。割と。先行取られてしまったら、とりあえず、まあ、これドキドキですよ、これ。モンスター効果強くないんで、モンスター効果強くないから、一回ドキドキでよくて、そこなしね。まあ、これはもう当たり前にレトリブート。おら暗え、まあ、誰が、このターントラップカードは一切発動することはできない。その代わり、デッキからトラップカードセットしていいぜ。小悪魔にはぶっ刺さるだろう、これ。いや、まあこれで裏だって言われたらもうブロックドラゴンで、展開していくしかないんで、まあ一回先にリサーチャーか、リサーチャー出してからだね。はい。で、こうなっちゃうともうなんか世界終わるレベルの展開力見せるんだけど、手札捨てて、デッキからモンスター特殊召喚し、まあ、これでこの小脇メールガーディアンとか一応出してきて、でアダマシアリサーチャー出すでしょ。まあ、このリサーチャームーブが、あ、ニビルめっちゃきついです、ちなみに。はい。ニビルは鬼きつい。あ、オッケー。小脇メイル、サプライヤーとかいう最強モンスター出ましたね。
はい、でサプライヤーは特殊召喚成功すると小脇目に持ってこれて手札増えるんで、まあ、これはこれです結構強いと。はい、でサプライヤー効果発動して小脇目を持ってくる効果なんでもいい、まあ、持ってこなくてもいいですけどね、別にデッキ内の岩石族を減らしたくないのであれば。はい、もう見てくださいこの展開力ただそろそろニビルの、範囲内に入ってきまして、このニビル君結構やばいんですよこれ。ニビルされても最悪ねブロックドラゴンでねなんとかなるんだよね。でも結構でレベル4みたいだな。はい、で三影獅子特殊感で三影効果発動して岩石族持ってこれるんで、これ使ってないやついいですね。あのブロックドラゴンが手札にあるときは使ってない岩石族持ってくればいいから、とりあえずあの手札効果使ってないサプライヤーを持ってきて、サプライヤーが結構強くてね、岩石族が墓地を送られると手札から出せるっていう効果があるんだよね。でアナライザーと同期でシンクロ召喚してラプタイト出して、でラプタイトで、サプライヤー効果で出てきながら、ラプタイトでさらに展開伸ばしていくということですね。はい、さあ一生展開が止まりません。ちなみにここであの相手の手札発怖ければ先にアポロウーサを出すっていうね動きをした方がいいと思います。まあもうなんか2ビルないんで、いくらでも展開伸ばせるんで、あとはなんか相手がサレンダーしてしまって待ち続けるっていうだけですあとは相手が刺してサレンダーをするまで、僕は君が泣くまで展開するのをやめないっていうパターンですね。はい僕は君が泣くまでっていうなんか展開力はありすぎて、なんかもうもはやだからブロックドラゴン出すまでもねえみたいな感じで、ブロックドラゴン出すまでもないのマジで。こことここでしょ、でなんかさっき一回これ間違えたんだよな、なんかプランキッズドゥドゥルをちょっと出すのを忘れましてね、忘れて何、プランキッズの展開 し忘れたけど、アポルウーサとなんかサベージとバロネスと マスカレーナみたいな場面になったんで、ガチでやばいですね。やれること多すぎだろ、どうしたらいいんだこれ。俺もどうしたらいいかわからねえマジでどうしたらいいかわからねえ。とりあえずこうか。ブロックドラゴンはあのリンクスタイにしてね墓地に送るのが一番強いんですけど、なんかなんかあのあまりにも前に出しすぎてさ邪魔なんだけど、出す場所ないんだけど、どうしたらいいのこれわからねえどうしたらいいか。これでいいや。で一応アポロウーサ出して、アポロウーサ出てくるのせえなっていうね、ちょもうちょっと早めにアポロウーサ出した方が気をでいいですね多分ね。なんかすごい俺フィーリングで今回してるからさ、誘発ケアとかのルートと頼ってないけどさ、まあ、本来であればもうちょいその誘発をケアして、そのあらかじめアポロウーサとかを出してから動いた方がいいと思う。うん、あまあ本来であればね、今はまあ相手に握ってないけどさ、これ2ベルとか飛んでくるかもしれないじゃん。はい、でシーカー効果使って、はい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 、オッケー、ガーディアン来た、ナイスアブね、いいぞいいぞいいぞ、天下伸びてるぞ、展開めちゃめちゃ伸びてるぞ。でこれで分からせモンスター出して、小悪魔これつれえだろこれ、多分小悪魔これ出されたらガッバチクソつれえだろこれ、これどうだこれこれ墓地のカードをね2枚除外してるとトラップカード無効にするよっていうモンスターなんですよ。ナチュルパルキオンって、ナチュルビーストが魔法カード無効で、ナチュルパルキオンがトラップカード無効で、で両方融合するとナチュルエクストリオっていう魔法トラップ両方と無効にできるっていうモンスターになるんだけど、まあそれの片割れですね。はい、なんかあんまりやっぱ環境では見ないですけど、このねアンチスペルフェスティバルはトラップがかなり多いと思うから、かなりね強いと思う、このナチュルパルキオン覚えておくといいよ。とりあえずバトルに入るわ、ほらどっか上がっても一緒だけど、ほらおくれおいほらちゃんと殴らしてるの偉いなと思って、でこういって、まあ、ここまでねやればね、まあ、大体の人サレンダーするし、もうなんかなんならねドキドキ召喚でサレンダーするレベル誘発なければね、うん、周回効率はいいんじゃねえか今度。あ、なんもねえか、誘発貫通もできねえな、
アダマシアがね、結局そのやっぱね、あのシーカーがあんま強くないんだよね、高校だと。やっぱりあのリサーチャーがないとちょっときついかなっていうイメージはある。はいはい、魔術師ね。なるほどね、魔術師パターン1から7。黒アストログラフなんかあのスキルに置いてる人あんま見ないけどね。これなんだこれ、デビュークランケンやば、何これ、え、イヤハミングバード、やばい、1万500だって、やばいやばいやばい、やばい、こいつデビュークランドのライフコストめちゃくちゃ稼いでる。わあ、キモい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 、え、きっしょきっしょきっしょ、若きしょいじゃんこのデッキ、何も光んないんだけどこのデッキ。いやでもこれ次のターンってさ、これさタックルセイダーでさ日大タックルかましてさ、この日大タックルかまして相手のあのお邪魔キングかなんか裏返したらいけんじゃねえこれ。はい、これなんかタックルセ、日大タックルかませばなんかなんとかなりそう。手札あの枚数制限で次のターンなさそう、まだ立ってる300。あ、次のターンなんてなかったわえ、なんだそのガチゴミデッキ。